2022年に導入された輸入車の中でもね、プジョー308、このね、デザイン性と走りの出来の良さ、これはね、かなりインパクトの大きいものだったなと思います。今乗ってるのは、プジョー 308SW GT ハイブリッドです。実はね、同じタイミングで SW もこのハイブリッド、プラグインハイブリッドですね、こちらも発表されてたんですが、今まで乗る機会がね、なかなか訪れなくて、やっと、まあ、上陸した。しかも、それがセットでね、SW の GT ハイブリッドとして、まあ、導入されたので、早速乗ってみたという形です。今回のね、プジョー308、デザインがいいんだって話しましたけど、この SW もね、切れ味いいですよね。もう全長4655ミリと、ハッチバックに比べてね、235ミリも長いんですよね。そしてホイールベースも50ミリ伸びています。で、このデザインが、ね、すごい伸びやかでかっこいいですよね。まあ、クーペフォルムというか、ルーフがね、後半に向かって下がっていくっていうのもそうだし、あとはこのリアウィンドウも寝てる。で、そのリアウィンドウの下にね、ちょっとウィング状というか、ね、つまんだ部分がありますよね。こういうところの処理が、まあ、非常にかっこいい。で、ホイールベースがね、ハッチバックより50ミリ長いということもあって、とてもね、なんだろうな、まあ、いわゆる C セグメントとはもう思えないようなサイズ感になりましたよね。ちょっとまあ大きすぎるという人ももちろんいるだろうなと思いますけども、まあ、このサイズが苦にならない人にとっては、おお、かっこいいの出たねと。まあ、一方で、なんとなくね、508かと思ったという声もあって、まあ、それもそうだなという感じはしてしまいます。で、これだけね、車が大きいと荷室も非常に大きいです。5人乗車時で608リットル。ね、そして最大で1634リットルとなってます。なんとね、508SW よりかね、5名乗車時の、容量なんて大きいんですよね。まあそのぐらい、まあ本当の意味で実用の車としてもね、かっこいいだけじゃなくて、極められてると言っていいのかなと思います。そしてプラグインハイブリッド、こちらね、1.6 リッター4気筒ターボエンジンをまず使ってます。ね、ピュアテックなんですが 1.2 リッターではなくて 1.6 です。で、これに電気モーターの組み合わせなんですが、エンジンだけでも最高出力180馬力、最大トルク250ニュートンメーター。さらにね、電気モーターが110馬力と320ニュートンメーターということで、足すとね、225馬力、360ニュートンメーターというスペックになります。で、バッテリー容量は 12.4kWh。EV 走行距離はね、64キロと、かなり余裕のある設定となっています。さらに今回ね、プジョーのプラグインハイブリッドとして初めてね、充電機能がつきました。要するにエンジンで充電モードを選べるんですよね。これ今までなかったんで、外部充電をするしかなかったんですが、大きなね、進化というか使い勝手の幅を大きく広げることになると思いますよね。でね、まあ、スペックもそうなんですが、走りに本当に驚きました。実は今エレクトリックモードで走ってます。非常に力強いんですよね。まあね、110馬力あるということで、日常的には全然、もちろん普通にこれだけで走ってしまうだけのパワーをモーターが持ってる。非常に滑らかだしね、ドライバビリティもいいんで、これはね、やめらんないなというか、味わうといいなと思うんですが、それだけじゃなくて、これね、まあちょっとハイブリッドモードに変えましょうか。デフォルトはハイブリッドですが、ね、バッテリー容量に余裕があればずっとバッテリーで、ね、電気モーターで走ってくれる。でハイブリッドに、まあ、これ切り替えて今してるんですけど、この時のね、エンジンとモーターのなんだろう、つながりというかね、協調具合がいいんですよ。もうそもそもエンジン力あるのにモーターが加わるでしょ。これがね、ただでさえ例えば8速 AT 使ってて、プジョーのね、この 1.6 リッターターボエンジンってドライバビリティすごくいいわけですけど、なんかね、モーターがふわーっと乗ってるね、モーターの力がふわーっと乗ってるおかげで、シフトショックみたいのがないっていうかね、力強さがずっと続くみたいな、なんかね、ちょっと不思議な感じがありますね。で、これスポーツモードもありますね。エレクトリック、ハイブリッド、スポーツと切り替えられるんですが、スポーツにすると本当にたくましい。だけどその滑らかさみたいなものは残ってる。まあ本当にアクセル踏み込んだ瞬間からクッとモータートルクが立ち上がって、そのモーターとエンジンがね、本当にいいところを出し合って加速していく。
とてもねいい出来なんですよね。 EV モードからハイブリッドモードへの移行もスムーズだし、あとはブレーキのタッチも素晴らしいですね。なんかこう回生を取ってるからって違和感を感じさせるところは一切ない、非常にいいドライビングフィールね。やっぱりこうフランス車買うのって、プジョーを買うのって、この絶対的な性能もそうだけどドライブフィールを買うみたいなところあるじゃないですか。そこがね裏切られない、裏切られる場所が一切ない、なんかそんな感じです。そして乗り心地ですね、これも絶品と言っていいんじゃないでしょうか。まあ、ホイールベースが伸びてるんで、そのフラット感みたいなものはハッチバックよりさらに増してると思う、ね、重量は200キロぐらいかな、重いんですけど、なんかね全然それ感じさせないのは、まあパワートレーンが一つね、まあその下から力があるっていうのもそうだし、やっぱりね足のセッティングとかそのロングホイールベースとかいろんなものが効いてるんだと思いますけど、なんかね軽やかにこうギャップとかもいなしてしまうし、とてもいいんですよね。もしかすると確かにガソリンエンジンの308とか、これも結構いい車なはずなんだけど、いやね相当いい車なはずなんだけど、それよりかも大人びたしっとり感があって、うん、足の動き、猫足という言葉を使いたいほど、なんだろうな、長い周期のストロークという感じではないです。でも当たりが柔らかくて、しかもねこう姿勢が常にフラットなんで非常に気持ちいいですね。でしかもねプジョーのこのねショーケーステアリングホイール切り込んでいくとスッと曲がっていく感じ、まあロングホイールベースの分ね鈍いっちゃ鈍いとも言えるのかもしれないけど、これはね鈍いと思う人はいないだろうな。まあ胃のまま感ですよ。まあハッチバックに比べたらわずかに落ち着いているぐらいの表現がいいのかなと思います。いや正直まあねサイズが大きくなって508かと思ったよみたいな話をしましたけども、走ってても本当そんな感じです。いわゆる C セグメントハッチバックの常識っていうか水準をはるかに超える乗り味を実現している。まあ、使い勝手もそうですね。そしてこのハッチバックのところでも話しましたけど、インフォテインメントの充実ぶり、ね、マッサージもついてるし、ね、シートヒーターもついてるしとか、そういうところも含めて、まあ、GT だからねテールゲートも点灯かなとかねあります。そしてデザイン、クオリティ、そういうところ含めて、うん、このセグメントのワゴンを考えてる人はね、まあ例えばもちろんライバルとしてフォルクスワーゲン、ゴルフ、バリアントとかあるわけですけど、まあ一度これ乗ってから決めてもいいんじゃないかなと思います。うん、常識が覆されるというかね、まあ少なくとも新たな発見がある一台じゃないでしょうか。ちょっと値段は高いですけど、うん、それに見合う価値は持った一台だと言って間違いないですね、これは。